カルロ・アルメッリーニは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、弁護士、革命家、愛国者である。ジュゼッペ・マッツィーニ、アウレリオ・サッフィと並ぶ、1849年に、樹立されたローマ共和国の三党失政官である。カルロ・アルメッリーニの旧宅を示す名版、カルロ・アルメッリーニは1777年には、教皇領ローマの裕福な家庭に生まれた。 二番目の妻ファウスティナ・ブラッキ、イタリア語、ファウスティナ・ブラッチは、画家で彼女の父の友人であった、数奇教、エルコール・コンサルビの指示を受け、弁護士としての活動を、マルケで開始した。政治的には、イタリア統一を絶対視しない、恩賢派で、当初は近代化に理解を示し、覚醒教皇と称された教皇をピウス旧世の諸改革を支持していた。しかし後に、 ジュゼッペ・マッツィーニが設立した青年イタリアと接近しペッレグリーのロッシが暗殺されピウス九世が国外に逃亡した後には強行領の内務大臣に就任して政権議会を組織したまた新たにローマ共和国が建国されるとこれに協力1849年3月29日よりジュゼッペ・マッツィーニ、アウレリオ・サッフィと並ぶ3党執政官として 活躍した。弁護士であるアウレリオ・サリチェーティ、法学者のマティア・モンテッキと共に、史上初めて死刑を禁止した、ローマ共和国憲法の起草にも貢献。フランスによる、ローマ共和国崩壊後は家族をイタリアに残して、ベルギーに亡命。1863年には、ブリュッセル・サンジョスタン・イコール・ノードで死亡した。ありがとうございます。